デイム・アラ・ウィンター・ダビーは、イギリス出身のファッション雑誌編集者。1988年から、アメリカ版、ローグの編集長を務める。2008年、長年のファッション界への貢献が評価され、大英帝国勲章を授与されている。映画化された小説、プラが起きた悪魔に登場する鬼編集長のモデルとなった人物と言われる。また、ドラマ、アグリー・ベティに登場するモード編集長。 ヘイサマーズの容姿のモデルだとも言われている。1949年、雑誌編集者の父とハーバード大学教授の娘である母との間にロンドンで生まれた。彼女は10代の時にファッションに興味を持つようになった。彼女の父チャールズは雑誌イブニングスタンダードの編集者である。15歳の頃、父の紹介で当時最先端のファッション発信地となっていたビバで、 働き始め、翌年、高校を中退、大学へは進まず、ハロッツのトレーニングプログラムに入学した。1970年、ハーパーズクイーンの編集アシスタントとしてファッション業界に入る。1975年、ニューヨークに渡り、姉妹市、ハーパース・バザーのファッションエディターに昇格するが、上司と衝突を繰り返し、9ヶ月で解雇。その後、雑誌、 ニューヨークマガジンでラツワンを振るい、ビバやサビーの編集を手掛けた後、1983年、米国版、ボーグのクリエイティブディレクターに抜擢。1986年には、英国版、ボーグの編集長に就任。人事や紙面作りに改革を起こし、それまで、保守的だった英国版、ボーグを最先端のトレンド誌に変身させた。1988年には、 ニューヨークへ戻り、17年にわたり、編集長を務めてきたグレース・ミラベラの後を継いで、38歳で、米国版、防具の編集長となった。1990年からは、ニューヨークコレクションの企画にも参加、エイズ患者、感染者支援のチャリティを積極的に推進している。ファッショントレンドに対する鋭い視点や、若いデザイナーの発掘という先見性について、 世界中から賞賛を得ている一方、性格はよそよそしく冷酷と評され、ニュークリア・ウィンターとあだなされる。ファッションショーには最先端のブランドを身にまとって登場、トレードマークであるボブカットとサングラスで最前列に位置取り、常に注目を浴びる存在である。やはり、防具で編集長を務めたダイアナ・ブリーランドと同様、ファッションアイコンとなっている。紙面に、 毛皮製品を登場させたり、自身もプライベートで毛皮を多く愛用するため、動物愛護団体から避難されている。採算の注意や避難を受けながらも使い続けるため、活動家から身体的な攻撃を受けたこともある。また、産業を形成するために雑誌とその地位を働かせたいという彼女の意欲に対する賞賛と批評を招きもした。私生活では、1984年、 13歳年上の精神科医デビット・シャファーと結婚1999年に離婚。デビットとの間にチャールズ・キャサリンの西がいる。キャサリンは B ・シャファーという名前で知られ、ファッションショーに同席することも多い。毎朝6時前に起床、テニスをした後、メイクとヘアセットをし、8時に出社するのが日課である。また、パーティーにおいても長時間滞在することは、 ほとんどなく、毎夜22時過ぎには就寝する。2006年公開の映画、プラダを着た悪魔で、メリル・ストリープが演じたミランダ・プリー・ストリー、ランウェイ編集長のモデルとも言われる。原作者であるローレン・ワイズ・バーガーは、原作同様、1年間彼女のアシスタントを務めており、この実体験をもとに作品を執筆したとされる。2009年、ドキュメンタリー映画、 ファッションが教えてくれることが公開。ありがとうございます。